この辺りは人の往来があるから、出るとしてもそんなに危険な魔物じゃないよ。とは言っても魔物には違いないんだけど、くれぐれも慎重に行動しよう。私実際に街道を通ってきたし、なんとかなるでしょう。さあ気合い入れて採取するぞ。あ、もう待ってよライザー。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。いた。素手で取るのは無謀だったかな。食べられるキノコも毒キノコも錬金術の前には関係ない。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。はあ、せーか、連続よ。そこだ、よっと。はあ、せーか、連続よ。そこだ、よっと。はあ、はせーか。そこだ、楽勝楽勝。早く進もう。てやー、確か前にこんなの撮ってたような。えい、てやー。島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。てやー、綺麗な花だけど、ごめんね。素材に使わせてもらうよ。えい、てやー。え、敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。はあ、せーか、連続よ。そこだ、よっと。はあ、せーか、連続よ。そこだ、よっと。はあ、はせーの、楽勝楽勝。さあ早く進もう。よいしょ。この花ライザが喜びそうだ。錬金術に使うって意味で。あった、これこれ。虫嫌いの僕に虫の巣なんか持たせないでよ。てや、みんな気をつけて。そこだ、よっと。はあ、せーか、連続よ。そこだ、よっと。はあ、せーか、連続よ。そこだ、よっと。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。これだけあればもうそろそろ必要な数は揃ったかな。そう、それなら町に戻ろう。
パティも待ってるし。それじゃ早速錬金術の調合をします。と言ってもこっちで取れた素材と新しい錬金釜だから慣れるまで大したものは作れないけど。失敗の言い訳を今から考えているのか。違うって。新しい武器や道具を使うときって慣れるまで少しかかるでしょ。そんな感じ。まあまあできるやつでいいから早くやってみせてよ。まったく。ちょっと待ってね。よし、じゃあ始めるよ。何にしようかな。入れる場所は、入れてから考えるのもありかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。しようか悩んじゃうな。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。これでどうだ。やった、できた。できたよ。ほら、こんな感じ。実際にライザが調合してるのを見たのは初めてだが、錬金術ってやつはすげえな。驚くよね。全然違うものができるから。どう？これが錬金術だよ。正直驚きました。
こんなすごいものが本当にあったなんて。錬金術を使えば何でも作れるよ。いや、さすがに何でもはちょっと言い過ぎか。何でも本当に。どうしたの？いえ、何でもないです。ライザの錬金術が健在で安心したよ。遺跡の調査はまた日を改めてかな。ライザも到着したばかりで疲れてると思うし。そうだね、さすがに私もちょっと疲れただろうな。島からここまでの長旅、知らない町、いくらライザでも疲れない方がおかしい。その言い草、あんた私を何だと思ってんのよ。いろいろ準備もいるだろうし、ライザの用意ができたら声をかけてよ。待ってください、今度は私もついていきます。パティ、それは危ないと思うし、やめた方が。でも、そう、実は私も遺跡には以前から興味を持っていたんです。え、どういうこと？そんな話初耳だ。タオさんの授業を聞いていて、歴史に対する興味が最近急に強くなってきたんです。遺跡のことも同じで、私にとって探索は勉強なんです。でも遺跡には魔物が住み着いてるかもしれない。戦うことになるかもしれないんだよ。私も全く剣術の心得がないわけじゃありません。それはタオさんも知ってるでしょ。うん、まあ分かった。じゃあ一緒に行こう。でも本当に危ないかもしれないからね。今日はここでお開きかな。それじゃあまた明日ね。ちゃんと疲れを取っておくんだな。では失礼します。いろんなことがあったな。タオたちにも出会えたし、新しい友達もできたし、オートもあちこち見て回ったし。遺跡か、どんなとこだろう。モリッツさんからの石もあったっけ。やることいっぱいだ。これから一体どうなる。何作っちゃおうかな。何にしようかな。何を入れよう。何入れよっかな。
何を入れよう。お、いい感じかも。すごい、こんなところがあったんだ。サラサラっと。あった、これこれ。簡単に取れるからありがたいな。てや！素材の状態だとそこまで危険じゃないのに、調合すると凶悪になるんだよね。よいしょ。糸を集めるのも慣れたものよ。くるくるくるっと。すごい、こんなところがあったんだ。ところに扉がある。どこに続いてるんだろう。そこの君、ここからは立ち入り禁止だ。え、そうなの？知らんのか。この扉の先には鉱山があったんだが、今は閉山していてな。
浮かずに入って事故でも起きたら困るから、こうして封鎖しているんだ。そうなんだ。そういうわけだから、用事がないなら帰った帰った。ようこそ。また来てください。いらっしゃい。またど。毎度で。またどうぞ。いらっしゃいませ。またお越しくだ。いらっしゃい。必要。またいつでも。こんばんは。また買ってくれよ。新しい何かに出会えるかも。名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。ティア！みんな気をつけて。セーター連続よ。セーター連続よ。
連続よ。せーた連続よ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。もっともっと強くなるぞ。あった、これこれ。錬金術に使ってよし、食べてよし。いやライザ、もう準備できてるんだね。うん、体力もバッチリだよ。それじゃ早速行くとしよう。まずは街道に出るよ。よし、未知なる遺跡に向かっていざ出発。さて、これから遺跡に向かうわけだけど、実は王都の周辺には遺跡と呼べそうなものが僕が知る限りだけでも5つあるようだ。え、5つも？そんなに？うん。それで5つのうちで唯一見つかってる遺跡が今回の目的地さ。
え？すでに見つかってるところに行くの？それってもう調べ尽くされてるんじゃ。ところがね、王都の人間は遺跡なんて興味がないみたいで調べようとすらしてないんだよ。町のすぐ近くに大きな遺跡があるっていうのに気づいてない人の方が多いくらいでね。町の近くにあるんですか？私もそんなの聞いたこともないですけど。あれ、パティ、遺跡に興味があるって言ってなかったっけ？興味があることと知っていることは別です。興味があるから勉強するんじゃないですか？じゃあ最終的に私たちは5つの遺跡を探し出して調査することになるんだね。うん、でもこれはあくまで文献とかで知ったってだけで、本当に5つあるかは分かってない。それぞれ別の文献に載ってて別の遺跡だと思っていたら実は同じものを指していたなんて可能性もある。なんか結構ふわっとした話なのね。言い伝えなんてのは大抵ふわっとしたもんだよ。ライザだってそれは知ってるだろ。ただ僕はある程度の確信みたいなものを持ってる。ほら、伝承の文章を話しただろ。あそこに5って数字が出てくる。あれは遺跡が5つあるってことを指してるんじゃないかって思うんだ。なるほどね。で、それはそうと目的の遺跡なんだけど、この街道から北にそれた森の奥にあるって話だよ。森の奥、魔物は出るのでしょうか？それはわからないな。でも森だし、魔物じゃなくても猛獣なんかは出てもおかしくないだろうね。やっぱりそうですよね。昔は人通りがあったらしいけど、今はわざわざ行く人はいないそうだから注意しないと。見てみないと始まらないよ。とにかく出発よ。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。えい！よいしょ。花を使った錬金術見てみたいかも。あった、これこれ。てや！皆さん的中です。そこだ、よっと。はあ、せーか、連続よ。そこはあ、そこだ、届いて。よっと、はあ、ライザ、せーか、任せた。連続よ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。
たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。こうして改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。あった、これこれ。取れた。美味しそうな食材が手に入った。まあ錬金術に使うんだけどね。あった、これこれ。うん、ごめんなさい、私これは触れません。てやてや。木の実だって立派な素材の一つ。何に使おうかな。てやえい。これおやつによく食べる木の実だ。香ばしくて美味しいんだよね。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。てやえい。材料のまま使うと毒なものもあるらしいけど、よいしょ。そうかしら。見たことはあるけれど、実物は、皆さん敵中です。そこだ。よっ。はあ。せーか。連続よ。そこ。やっ。はあ。そこだ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。取れた。キノコはお店で買ったものを食べるのが一番安全です。ティアなら大抵使えるみたいだし、持てるだけ持ってってみようかしら。これ使ってる薬苦いんだよな。取れた。錬金術で味も変えてもらえるかな。薬の調合って結構するから、少し多めに取っておこうかな。てやてや。まさかこっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。そもそもただの石ってどういう石なの？てや！石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。
旬の木の実は土の香りがする。取れた。確かにこれは食材じゃなくて素材ね。魔物臭がすごいのが難点だけど、みんな気をつけて。そこだよっと。はぁ、セーター、連続よ。飛んでけ。特訓の成果だ。ライザー任せた。セーター、連続よ。飛んでけ、うん、そこやっは届いて。セーター、特訓の成果だ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。皆さん、敵中です。そこだよっと。はぁ、セーター、そこ連続よ。飛んでけ。特訓の成果だ。ライザー任せた。セーター、飛んでけ、連続よ。そこ届いて。せーの、そこ楽勝楽勝。さあ早く。もちょっとは強くなれたのか。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。魔物からも材料が取れるのね。むしろ取れないものって存在するのかしら。なんだか胸がドキドキする。冒険ってこういうものなのね。あった、これこれ。てや、敵だ、気をつけて。そこだよっと。はぁ、セーター、連続よ。そこやっ、そこだよっと。はぁ、セーター、任せた。そこだよっと。はぁ、届いて。セーター、連続よ。そこだ、ライザさんお願いします。そこ、セーター、連続よ。届いて。楽勝楽勝。さあ早く進もう。皆さん的中です。そこだよっと。はぁ、セーター、連続よ。そこやっはぁ、そこ届いて。よっと。はぁ、セーター、任せた。連続よ。そこだよっと。はぁ、はぁ、届いて。セーター、連続よ。そこだよっと。お願いします。はぁ、うん、そこやっ、セーター、そこだ、連続よ。よっと。楽勝楽勝。さ早く進もう。あった、これこれ。やはり食材は新鮮なのが一番。皆さん的中です。そこだよっと。はぁ、セーター、連続よ。そこやっ、そこよっ、届いて。はぁ、ライザー、セーター、任せた。連続よ。そこだよっと。そこはぁ、やっ、届いて。セーター、連続よ。ライザーさん、お願いします。熱き剣受けてみなさい。当然の結果よ。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実践で得た経験無駄にはしないわ。何作っちゃおうかな。すごいのできちゃうかも。
感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。いい感じ。さすが私。入れる場所は、さあ何を入れよう。何にしようかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。次はどうしよっかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。やった、できた。どこに入れようかな。どこに入れようかな。何にしようかな。入れる場所は、入れる場所は。
か怖いことだけは起こりませんように。街の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。だけど、なんか形はどうでもいいとか言いそうだな。これ、小さな石とかも残ってるけど、いいのかしら。あった、これこれ。ワクワクするね。えい！こっちの木は島で取れる木よりも。皆さん、敵襲です。そこだ！よっと！はぁ！せーた！連続よ！そこ！よっ！そこだ！よっ！届いて！はぁ！ライザー！任せた！連続よ！そこだ！よっと！そこ！やっ！はぁ！届いて！セーター！そこだ！連続よ！ライザーさん、お願いします。どうぞ、よろしく。動きを合わせて。そこだ！楽勝楽勝。さあ、早く進もう。そこだ！よっと！はぁ！セーター！連続よ！そこ！
よっ、届いて、はあ、ライザー任せた、連続よ、そこだ、よっと、そこ、はあ、やっ、はあ、届いて、そこ、楽勝楽勝、さ、早く進もう、ちょっとは強くなったのかな、もっともっと強くなるぞ、実戦で得た経験無駄にはしないわ。皆さん、敵中です。そこだ、よっと、はぁ、せーか、連続よ、そこ、やっ、そこだ、よっ、届いて、はぁ、せーか、連続よ、そこだ、よっと、そこ、はぁ、やっ、はぁ、届いて、はぁ、楽勝楽勝、さ、早く進もう。から外れてるし、魔物の数も少なくないみたいだ。見た感じはそんなに強そうじゃないけど。でも弱い魔物でも集まると危険だよ。僕らだって一人より集団の方がいろいろできて強いわけだし。魔物も同じってことですね。来るよ、気をつけて。どんな相手でも油断は禁物です。そこだ、よっ、
勝てた。確かに集まってると手強いね。でしょ、どんな相手でも油断はできないってことだよ。パティ大丈夫？なんとか。やっぱり引き返す？大丈夫です、先に進みましょう。